橘さんは大切な人を忘れる、大切な人の記憶を上書きすることができると思いますか？できるかは分かんないけど、しなくちゃいけないと思う。思い出の地巡り？はい。私はお兄ちゃんとの思い出を上書きしたいんです。お兄ちゃんを忘れるために。12時にならないとお腹が空かないんです。あ、橘さん見てください、近くにアイスのキッチンカーが来てるんですって。もう帰ろうかななんて言わないでください。さすが橘さんでした。私の好み完璧にバレちゃってました。でしょう。ま、みなぎさんほど分かりやすい子は少ないと思うからね。どういう意味ですかそれ。自分で最低とか言うなし、保険かけんなし。いつもそうじゃん、逃げ道作って楽しかったとか言い残さないでよ。好きって言えてれば私が恋人になれたのかな。橘さんの居場所、ここにちゃんとありますよ。辛くなんてないよ、全然平気。うん、平気だよ。頑張り屋さんですね、橘さんって。よしよし。何それ。私も橘さんと同じです。大切な人を過去にしなくちゃ、上書きしなくちゃいけない時はあると思います。しおりと一緒にいれば私も大切な人のことを忘れられると思ってた。それは簡単なことじゃない。だって先生への気持ちを断ち切れてない。二人同時に好きになるなんて絶対にダメだよ。甘酸っぱくて切なくて嘘ばっかりの、お互いの大切な人を忘れるための恋のお話。嘘から始まる恋の夏。